キッテタス軍はアメリカ合衆国ワシントン州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は4万915人である。軍庁所在地はエレンズバーグであり、軍内では人口最大の都市である。軍名はインディアンのキッテタス語から取られたが様々な解釈がある。ある資料では白いチョークから血眼、サスの人々、豊富な土地まで あらゆるものを意味すると言われてきた。人類学者や歴史家の多くは、それぞれの解釈が特定の方言では妥当性があることを認めていることになっている。キッテタス軍は1883年11月24日に、ヤキマ軍から分離設立された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2333平方マイルであり、このうち陸地は2、 29,764平方マイル、水域は36平方マイルで、水域率は1.54%である。軍内の最高地点は、海抜7,959フィートのダニエル3である。ダニエル山以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。エレンズバーグ近くの考えが施された給料、キッティタス軍には、 様々な植物と動物の種がいる。これには多様な草、ハーブ、樹木、鳥類、哺乳類及び両生類が含まれている。オリゾプシスと呼ばれる、ライスグラスの種はこの群で最も初期に分類された草の一種である。両生類の中には、カスケードカイルやラフスキンドイモリがおり、特に、ラフスキンドイモリは、アメリカ国西部では、通常に見られる分類である。 軍内のイモリには、養鶏成熟の例が見つかっている。ありがとうございます。